グリー。私は今飛行機や自動車の材料の安全性をテストする会社で働いています。主に翻訳や通訳を行っています。大好きな英語を使って会社と世界をつなぐ橋渡しができていることにとてもやりがいを感じています。皆さんも総合文化学科の多彩な学びの中から自分の夢をつかんでください。栄養士業務はもちろんですけど、子どもの給食を作ったりおやつを作ったり離乳食を作ったりしています。子どもたちが笑顔で美味しいよって言ってくれるのがすごくやりがいを感じています。健康栄養学科は先生のサポートも厚く、さまざまな方面から学ぶことができるので、自分のなりたい栄養士になれると思います。皆さんも自分の夢をつかみませんか？子どもの成長を身近に感じたり、保護者さんへの支援をさせていただいたときにとてもやりがいを感じます。他の大学にはない保育祭りという行事や、親身になって相談に乗ってくださる先生方がたくさんおられます。保育士になるなら絶対おすすめします。学生同士がすごい仲良くなれるし、学生だけじゃなくて先生ともすごい距離が近い。なんか人との、つながり、なんかその地域の人ともだし、もう普通に学生同士とか、もう人との距離が近いじゃない、みんな一人一人なんか目標を見つけて、それに向かってなんか頑張って、すごい生き生きしとる、キラキラって、みんなキラキラ、そう、本当キラキラしとるなって思う。なんかみんなすごい忙しいとかってすっごい愚痴みたいに言うけど、その生き生きしとるっていう感じで、本当楽しそう、充実してる感じ。なんか一つの目標にそれぞれがなんか進んでる感じがすごい見えていいかなって思う。確かに。すごい刺激になるよね、その人見てたら。自分も頑張ろうって、なんかみんな本当何かをここでなんか見つけとる感じ、